千鳥ヶ淵戦没者墓苑。千鳥ヶ淵戦没者墓苑。千鳥ヶ淵戦没者墓苑は日本の戦没者慰霊施設。第二次世界大戦の戦没者の遺骨のうち遺族に引き渡すことができなかった遺骨を安置している。公園としての性格を有する墓地公園とされており、環境省が所管する国民公園等の一つである。千鳥ヶ淵戦没者墓苑。 国立千鳥が淵戦没者母園、国立千鳥が淵戦没者母園とも表記される。千鳥が淵戦没者母園は、日本国政府が設置した戦没者慰霊施設である。第二次世界大戦の折に、国外で死亡した、日本の軍人、軍属、民間人の遺骨のうち、身元不明や引き取り手のない遺骨を安置する施設である。閣議決定、無名戦没者の墓に関する件に基づき、 1959年に創建された。政教分離の原則により、特定の宗教宗派に属さない施設とされている。東京都千代田区の千鳥が淵のほとりに立地し、園内には六角堂などの施設が建てられている。昭和天皇から歌死された骨壺に各地の遺骨を少しずつ収め、それを全戦没者の象徴として六角堂に安置している。また、 農骨室や増設農骨室にはおよそ35万8千柱以上の遺骨が安置されている。公共外苑などの国民公園と同様に国が直接管理しており、敷地の維持運営を環境省が担っている。なお、園内の増設農骨室は厚生労働省によって管理されている。例年、厚生労働省によって戦没者を慰霊する配式が挙行されており、 皇族や内閣総理大臣などが参列する。また、毎年終戦の日には内閣総理大臣が参列するのが恒例となっている。東京都千代田区三番町二番地に位置し、16,063平方メートルの敷地を持つ。国が維持管理する戦没者の納骨施設であり、公園としての性格を有する墓地公園とされている。そのため、 公共外援などの国民公園に、千鳥ヶ淵戦没者墓園と戦後強制抑留及び、引上げ死没者慰霊被園地を加えて、国民公園等と総称されており、それらの維持管理は、環境省が所管している。環境省においては、自然環境局の総務課が所管しており、その下部機関である千鳥ヶ淵戦没者墓園管理事務所が維持管理に当たっている。また、 千鳥ヶ淵戦没者墓園の維持放散のため、公益財団法人として、千鳥ヶ淵戦没者墓園奉仕会が組織されており、清掃等の維持管理に協力している。千鳥ヶ淵戦没者墓園の庭園は、田村剛志が設計を手掛けた。園内には、全日本無名戦没者合奏墓建設会が、日本国民から募った募金や、官邸機関などにより、 およそ4000本の樹木が植樹された。主に常緑樹が植えられており、それにケヤキなどの落葉樹が混ぜられている。このような植栽となったのは、国の戦没者墓園としてふさわしい、厳粛な空間となように、との配慮に基づいている。そのため、園内の花木は、控えめになっている。一般の配礼は、通年でかとされている。公開時間は、 4月から9月にかけては午前9時から午後5時まで、10月から3月にかけては午前9時から午後4時までとされている。六角堂は遺骨を安置する納骨堂であり、上空から見ると六角形に見える外観を持つ。第二次世界大戦にて国外で死亡した日本の軍人、軍属、民間人の遺骨のうち、身元不明や引き取り手のない遺骨が安置されている。 六角堂をはじめとする千鳥ヶ淵戦没者墓苑の建物は谷口義郎が設計を手掛けた。六角堂の中央には古代の豪族の寝勘を模した陶管が設置されている。この陶管の製造は九州大火レンガが手掛けた。第二次世界大戦時の日本の主な戦場から石を採取し、それを材料として高熱で焼き上げ陶器の棺としたものである。 質量は5トンに達しており、世界的に見てもこれほど大きな陶製品は稀である。この陶管の中には昭和天皇より可視された骨壺が収められている。可視された骨壺は内藤春次が衣装を手掛け、内藤をはじめとする東京芸術大学の教員7名によって制作された。茶壺のような形状をした混同性の壺であり、表面は金箔で仕上げられている。 全戦没者の象徴とするため、第二次世界大戦時の核戦場の遺骨を骨壺に少しずつ収め、それを東間の中に安置している。六角堂の中央部の地下には、主な戦域ごとに、本土周辺、満州、中国、フィリピン、東南アジア、太平洋、ソ連の六部屋に分けた納骨室が設けられている。その中には、 遺族に引き渡すことができなかった第二次世界大戦の戦没者の遺骨が中鉄製の納骨壺に収められ安置されている。納骨壺については工業技術院の産業工芸試験所が遺書を手掛け、老子製作所が製造を手掛けた。2013年5月の時点で358,260柱の遺骨が安置されている。遺骨の収集は今なお継続されており、 後に納骨室の収容能力に限界が生じることとなった。そのため、1991年と2000年に六角堂の奥正面に納骨室が新たに増設されることとなった。それ以降、遺骨は増設された納骨室の方に収められることとなった。ただ、増設納骨室の地上部には六角堂のような施設や設備は特に設けられていなかったが、 増設のお骨室の直上にビニールシートを敷いて、花見に興ずるなどの暴挙に及ぶものが現れたため、国会でも施設改善が主張された。二箇所ある入り口には、それぞれ千鳥が淵戦没者母園と記された標石が置かれている。これは母園総検事の内閣総理大臣である、岸信介の筆によるものである。また、標石の裏には、 昭和三十四年三月二十八日立ての厚生章と記されている。これは、母園総賢事の厚生大臣である、坂田道田の筆によるものである。また、園内には、昭和天皇御政の碑が混流されている。千鳥ヶ淵戦没者母園総研の際、昭和天皇より歌手された御政が刻まれている。碑文は、陽碑都市新納碑、節子の筆によるものである。 この石碑は、千鳥が淵戦没者望遠奉仕会によって混流され、1960年に、春工し、国に寄付された。また、園内には、金城陛下魚生の碑も混流されている。終戦60周年となった年の歌会史の儀において、金城天皇が読んだ魚生が刻まれている。碑文は、精進神皇碑、花子の筆によるものである。この石碑は2005年に春工した。 例年5月になると、厚生労働省が主催する、拝礼式が執り行われる。直近1年間で戦没者遺骨機関団などが新たに収容した遺骨のうち、身元不明や引き取り手のない遺骨が、厚生労働大臣によって納骨される。拝礼式には、皇族や内閣総理大臣などが参列することが慣例となっている。その他にも、外務大臣、環境大臣、 防衛大臣など関係する国務大臣や関係国から日本に派遣された特命全権大使、衆議院厚生労働委員長、参議院厚生労働委員長、各政党の代表者、都道府県知事の代表者、日本遺族会会長、遺族の代表者、千鳥ヶ淵戦没者母援奉仕会会長などが参列誌、喧嘩などを行う。六角堂の祭壇には天皇、 皇后から歌詞された大きな花籠が飾られ、皇宮警察本部音楽隊などが国家などの演奏を担する。例年秋になると、千鳥が淵戦没者望遠奉仕会が主催する周期慰霊祭が執り行われる。慰霊祭には皇族や国務大臣などが参列することが慣例となっている。その他にも関係国から日本に派遣された特命全権大使や 遺族の代表者など、およそ千名が参列し、喧嘩などを行う。また、陸上自衛隊、海上自衛隊、航空自衛隊からも、それぞれを代表する部隊が参列し、部隊参拝を行う。その他、賢茶の儀や、昭和天皇や近城天皇の御性の報奨などが行われる。なお、陸上自衛隊中央音楽隊などが国歌などの演奏を担当する。 拝礼式や秋金慰霊祭以外にも、一年を通じて、各種団体の慰霊行事が行われる。陸軍と陸上自衛隊並びに、航空自衛隊の関係者にて構成される、開港者は、千鳥ヶ淵戦没者墓園にて、月霊参拝を続けている。同様に、海軍及び海上自衛隊の関係者にて構成される水航海も、千鳥ヶ淵戦没者墓園での月霊参拝を続けている。 また、防衛大学校では、神奈川県横須賀市にあるキャンパスから夜通し歩いて、千鳥が淵戦没者墓園などを参拝する、東京行進と呼ばれる行事が、あ、学生有志により運営される伝統行事となっている。なお、施設自体は、特定宗派の宗教性を帯びないため、仏教、神道、キリスト教等の各種宗教団体も、行事を行う。 園内で行事を行う際には、環境大臣の許可を要する。堀の名称としての千鳥ヶ淵は小垣の毛で表記されることが多いが、母園の名称としての千鳥ヶ淵戦没者母園は大きい毛で表記されることが多い。環境省設置法など法令においては、いずれも大きい毛を用いて、千鳥ヶ淵戦没者母園と表記されている。環境省の歌舞伎館として、 母園を維持管理する千鳥が淵戦没者母園管理事務所につても同様に大きい毛を用いて表記される。環境省組織規則など法令においてはいずれも大きい毛を用いて千鳥が淵戦没者母園管理事務所と表記されている。そのため環境省の公式サイトなどでは千鳥が淵戦没者母園と表記することが多い。しかし、 母縁の一法散を担う千鳥が淵戦没者母縁。法師会の公式ウェブサイトでは、小垣の毛と大きい毛が混在するなど、小垣の毛を用いて、千鳥が淵戦没者母縁と表記されることもしばしば見受けられる。名番や標識などにおいても、小垣の毛が用いられることがある。また、かつては、淵ではなく、淵を用いて、千鳥が淵戦没者母縁と表記されることもあった。 岸信介の筆による標的にも、千鳥が淵戦没者母園と記されている。なお、淵は、淵の俗字である。1950年、フィリピンでの戦没者の遺骨4822柱が、アメリカ軍より送還されることになった。また、1952年より、厚生省は、遺骨収集事業を本格化させることになった。厚生省の庁舎内に仮安置される遺骨は、 増加の一途をたどった。それに伴い、身元不明などの理由で遺族に返還できない遺骨の取り扱いが課題となり、それらを収める墓地が求められるようになった。かつて、日本における国家としての戦没者追悼施設としては、戦死した軍人、軍属を英霊として祀る靖国神社があった。靖国神社は、内務省や陸軍省及び海軍省の統括を受けていたが、 すでに1946年に国の管理を離れ宗教法人に移行していた。そのため、1950年代は国家的な戦没者追悼施設自体が存在しないという状況であった。茂原内閣当時からすでに各国の無名戦没者の墓に類するものを作ったらどうかとの構想が持ち上がっていたが、第三次吉田第二次改造内閣が、 日本国との平和条約に調印し、連合国軍総司令部の占領も終わりを迎えたことから、この構想も本格化することになった。このような背景の下、官民問わず墓地建設を求める声が上がり、1952年5月1日に、全日本無名戦没者合奏墓建設会が発足した。吉田茂を総裁に据えた上で、村上義和が会長に就任し、 草場隆園、一万田直人、石川一郎、関恵三が副会長、安藤喜三郎が事務局長を務めることになった。発足当時、吉田は内閣総理大臣、村上は運輸大臣を務めており、後に草場も第五次、吉田内閣で厚生大臣を務めるなど、建設会の役員には閣僚級急の人物が名を連ねている。さらに、 日本銀行総裁の一万伝や、経済団体連合会会長の石川、関西経済連合会会長の関など、各界の主要人物も参画しており、全日本無名戦没者合奏部建設会は、政府直接の事業形式を取ってないが、実質的には、官民合同の挙国的組織と位置づけられていた。全日本無名戦没者合奏部建設会の計画では、 東京都文京区の豊島岡墓地周辺に他国の無名選手の墓と同様の施設を建設、他国の元首や外交施設団が公式参拝できるような存在となることを目指していた。また、国会においても墓地建設の声が上がっていた。参議院議員の山下義信が、私は社会党に属しているが、戦没者の異例検証は超党派で推進すべき、問題で、 愛国心については誰にも劣るものでないと主張するなど、与野党問わず戦没者追悼に積極的な声が上がっていた。それに伴い、海外戦没者慰霊委員会が設立された。衆議院議員の安藤正澄が委員長に就任し、山下らも役員として参画した。海外戦没者慰霊委員会は、戦没者の遺骨の送還や戦没者墓園の建設の推進を目指していた。 また、1954年9月には、全国遺族党援護会が設立された。名誉会長に、宇垣一世を据え、砂田重げが、会長に就任し、中山正、堀内和夫、須磨屋吉郎、橋本良子、曽根松、三宅昭一らが副会長、一万田直人、石橋丹山、西尾末広、安井誠一郎、松村健造、藤山一郎、 今村糸市、河辺正蔵、鈴木隆夫、西尾寺作り、岡村康二、下村忠、寺岡金平らが顧問を務めることになった。全国遺族と援護会は、遺族や昭異軍人への援護を図るとともに、戦没者に対する異例検証の推進を目指していた。厚生省も戦没者母苑の設置を検討していたが、その一方で、日本国憲法の政教分離の原則に、 停職しないか慎重に検討を重ねていた。この点について、厚生省では、1953年より法制局や、文部省も交えた、研究会議を開き、憲法上の問題はないとの結論に達している。同年10月6日、厚生省は、日本遺族会、日本宗教連盟、海外戦没者慰霊委員会、全日本無名戦没者合奏墓建設会など、 関連する団体を招いて会議を開催した。この会議において国が戦没者墓園を建設する案が提示され、すべての参加者から賛同を得た。同年11月12日、厚生省は関係機関や有識者らを招いた戦没者墓園に関する懇談会を開催したが、こちらでもすべての参加者から賛同を得た。また、関係する団体からは、 墓地建設についての意見書などが次々に寄せられるようになった。これらを踏まえ、同年12月11日、第5次、吉田内閣は、無名戦墓地者の墓に関する件を閣議決定した。この閣議決定において、遺族に引き渡すことのできなかった遺骨を納める墓の混流が正式決し、その維持、管理は国の責任において行うことが明確に定められた。なお、 この時点では、母園の正式な名称は定められておらず、閣議決定に記載された、無名戦没者の墓という名称はあくまで、ショートされていた。また、吉田茂や村上義和らが結成した全日本、無名戦没者合奏母建設会は、各国の無名戦士の墓と同様の施設を建設しようと、日本国民に対して広く募金を呼びかけていた。 その趣旨に賛同した国民から募金が殺到しており、1953年12月11日の閣議決定時点ですでに569万円に達していた。閣議決定により国が同趣旨の墓を建立することになったため、全日本無名戦没者合相募建設会は事業を中止することとし、集めた募金を日本国政府に寄付した。この寄付金は後に 千鳥ヶ淵戦没者墓園の作り園経費にに充てられることになった。全日本無名戦没者合奏墓建設会は、豊島岡地周辺に墓の建設を目指していたが、閣議決定以降は、様々な候補地が浮上した。東京都千代田区の北の丸森林公園、皇居二十八前の楠の木正成像周辺、九陸軍航空本部跡地、 在日本英国大使館前の短冊場の土地、安国神社の境内、東京都文京区の五国寺の陸軍墓地付近、東京都多摩市の桜ヶ丘成績記念碑周辺、埼玉県入間郡小瀬町の小瀬墓園などが、具体的な候補地として検討された。このうち、安国神社の境内に墓を設ける案は、安国神社数警戒総大などから提案されたが、 神社の境内に墓を置くのはあまり例がない点や、境内の敷地が狭い点などが問題視された。他の宗教団体からは、墓に対して各宗教、宗派がそれぞれの儀式を取り行う場合、神社の境内でない方が良いとの指摘がなされた。さらに、日本国憲法の政教分離の原則により、国の施設を宗教法人の敷地内に設置するのは、極めて難しく、 選定されなかった。また、おごせぼえんに墓を設ける案は、埼玉県知事などから提案された。緑に入った丘陵で、赤八州を俯瞰し、東方には、筑波山を望む継承の地と評されたが、付近に水が少ないことや、郊外であることが問題視され、選定されなかった。諸団体の意見を聴取し、官邸機関や有識者による検討を経た後、 1953年、昭和28年12月11日、戦没者遺骨のうち、氏名判明せざる者並びに、遺族不明のため、お渡しできぬものを、国が建設する、無名戦没者の墓、歌小に収納し、国の責任において、維持管理するとの方針を閣議決定する。その背景には、1953年に来日した。 アメリカ合衆国副大統領のリチャード・ニクソが靖国神社参拝を断ったという経緯もある。この閣議決定の後も施設の名称、性格、敷地等について各方面から様々な意見が交わされた。1956年昭和31年11月には千鳥ヶ淵の宮内庁管理地休暇用宮当跡に敷地が定められ、1958年 昭和33年7月に着工、1959年、昭和34年3月28日に竣行した。この日、厚生省主催の竣行及び追悼式が取り行われ、昭和天皇と皇順皇后が臨席し、内閣総理大臣等が参列した。なお、母園を管轄する千代田区は、千鳥が淵を墓地、墓地埋葬等に関する法律上の 墓として認めておらず、墓地であれば個別埋葬を要する法的性格は倉庫、保管庫に過ぎないことが2001年平成13年に発覚した。2013年10月3日、米国のケリー国務長官とヘーゲル国防長官が日米安全保障協議委員会のため来日の折、喧嘩した。米国の閣僚が訪れるのは初めてとされる。2006年、 平成18年7月、自由民主党政調会長、中川秀直は、千鳥ヶ口戦没者墓園の周辺にある、国有地も取り込み、墓園を公園のように拡充、整備する計画があることを示した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。